スティーブ・カーンはアメリカ合衆国のジャズギタリストである。スティーブ・カーンによれば父親で作詞家のサミー・カーンについて彼の歌のすべてのバージョンを聴くのが大好きだったという。つまり、カーンは音楽のある家で育った。彼は子供の頃にピアノのレッスンを受けサーフロックバンドのシャンテイズでドラムを演奏した。バンドのギタリストが彼にザクル・セイダーズのアルバム、タフ。 トークとエスモンゴメリーのムービングスを聞かせた。10代後半になると彼はドラムをやめ、ギターを弾き始めるようになった。彼は R&B バンドのフレンズ・オブ・ディスティンクションのメンバーとなり、キーボード奏者のフィルムーアと録音した後、ウィルトン・フェルダーのアルバムブリッドで演奏した。音楽業界でのキャリアを避けるようにとの父親のアドバイスにもかかわらず、彼は 音楽の作曲と理論の学位を取得して UCLA を卒業した。1970年代初頭にはラリー・コリエルとアコースティックギターのデュオで演奏しブレッカー・ブラザーズバンドのメンバーを務めた。セッションミュージシャンとして彼はアシュフォードシンプソン、ルパート・ホルムズ、ビリー・ジョエル、スティーリー・ダンのアルバムに参加してきた。ボビー・コロンビーとボブ・ジェームスの努力により コロンビアレコードと契約した。最初の3枚のアルバム、タイトロープ、ザ・ブルーマン、アローズにおいて、彼はオリジナルブレッカーブラザーズバンドのサウンドを片手で生かし続けることを試みていた。その次のアルバムは、セロニアスモンクによる歌曲の18分に及ぶメドレーを含むエビデンスであった。ありがとうございます。